はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッツでございます。4時を回りまして、4時25分ですね。3月は6日の月曜日でございまして、なんか疲れました。これからまだ一本ですね、ズームの V 撮りを含めた打ち合わせがあるんですけど、あーっていう感じですけど疲れるわー。明日早起きしなあかんね。なんかもうね、あれやわ、しんどいわっていう感じですけど、まあ、たまにはね、早起きといってもですね、なんやろ、9時のですね、9時に東京駅で新幹線に乗るという、そういう早起きですね。だからですね、8時に起きなあかんのかなという感じですね。家はいつも10時に起きてる人間ですからね2時間早いねほんまにと。で、8時台にね、地下鉄乗るとね、混むでしょ。嫌やんそれ。あれ、いや、あの電車乗りたないんだけどかといってタクシーに乗るとえらい金かかるしみたいな。こっち行っていい駅までタクシー行って行ったら怒られるか。でもあかんね、朝は混むからね、時間読めないんですよね。はい、行きましょうとんでもないけど、現代ビジネスというですね、講談社さんが運営されているサイトがございまして、そこのですね、これはですね、何でしょうね、これ、新書、現代新書コーナーみたいなのがあって、帯がですね、緑色なんですけど、昨日出ました。私がですね、何年か前に書いた、マンション格差というですね、新書がございまして、講談社現代新書ですけど、そこにですね、その出ています記事、そこの、マンション格差の中から抜粋してですね、この現代ビジネスのサイトのですね、記事になっているということで、まあ言うた意味では私の著書の一部でございます。買ってはいけない新築マンションのオフィシャルホームページに書いてある注意すべき意外な言葉というタイトルになって、これ編集さんがつけてくれてるんです。ありがとうございますという感じですけど、ですね、リードこんな感じになってますね。今あなたが住んでいるマンション、これから住むかもしれないマンション、親から譲り受けて何とかしなければならないマンション、子供から購入のために資金援助を求められているマンション、それらのマンションを格差の視点で見つめるとどうなるのか。なんかこれ昔自分で書いたような気がしますけど、現在居住中のマンションが近隣のマンションと比べて優位に立つために今からできることは。本記事は榊敦史マンション格差各講談社現代新書を抜粋再編集したものですということで、マンションの資産価値とはという込み出し、偉そうな込み出しですねちょっと読んでいきましょうか。しかしこれらは全てデベロッパーのお家の事情でしかない。いきなりここから始まるかっていう、どっかから抜粋してますからね。購入した方にと、これそれでいいかな、ちょっと待って、1ページ目やんな、これ。そうやんな。購入した方にとっては、自分の住むマンションが、利益率 40% で販売された物件でも 5% しか載っていない開発事業だったにしよう。さして関係ない。それよりも5年後、10年後にいくらで売れるのか。20年後の資産価値はどう評価されるのか。ということの方が大切だ。当たり前でしょ。当たり前のこと書いてね、本にしてるんです、僕。ありてに言えばマンションの資産価値というものは中古物件としていくらで売れるかということなのであると、こう実に当たり前のことを書きながらですね、こう暮らしているという人間でございまして、 40% の利益率で販売されたマンションの場合、新築時の販売価格はその時点での市場価格を 1-2割上回っていることがほとんど。利益率 5% のマンションはその時の市場価格並みかやや低めであるケースが多いと。まあこんなのは別にどうでもいいですね。実は新築時でいくらで販売されていたかというのは、築年数が浅い場合に限れば中古として取引される際に多少影響する。今はネットで多くの情報が公開されている中古マンションの新築時販売価格もその気になって調べればすぐにわかる。わかりますよ。中古で購入している方も、これは丸年前に新築時に丸々丸万円だったとからということを参考にする。はたまた売却する側も、同じマンションで売り出されている別の住戸について、あそこは新築時の価格から丸々万円下がって上げているからということを指標に使うと。まあ、こんなこと、まあ、飛ばしましょうね。これは4ページもあるやん。
ちょっと待って、タイトルにふさわしいところに行きますね。あれ動かへんやんこれ。割高な物件を避ける方法、はい、その次オフィシャルページで確認するとこ、ここ行きましょうか。オフィシャルページにたどり着いたら、まずはトップページでどんなことが表現されているかを確認しよう。そこで叫ばれていることがそのマンションで最も売りになるポイントなのである。分かりやすいのはロケーションのアピールだ。〇〇駅徒歩3分というのが出ていればそれが一番の売り。〇〇公園ビューだとか桜並木が点点点というのもある。東京の世田谷あたりの住宅地だと地名を前面に押し出しているケースもよく見える。はっきり言うと立地やロケーションをアピールしているマンションはまだ健全であると言える。マンションの価値というのは9割が立地で決まる。詳しくは口述するが、便利な場所にあればあるほどマンションの価値は高く評価される。駅から徒歩3分というのは何ともそっけない印象を与えるが、実際はそこが最も重要なスペックなんだ。だからそういう直接的な表現も悪くない。中にはトップページでいきなり価格が表示されている場合もある。そういった場合、事業責任者はこのマンションは他と比べて価格で勝負できる。価格で勝負せざるを得ないと考えている商社である。これも基本的には悪くない。ただし実際に割安な場合もあるが、場所が良くないから安くしているだけのケースもある。どちらかというと後者が多いと。最も注意すべきは何を言いたいのかわからない広告だった。そうなんですよ。トップページでそのマンションにほとんど関係なさそうなビジュアルやキャッチコピーが表示されていたら要注意。点点点未来プロジェクト、点点点幸福計画といった具合だ。あるいはハッピーなんたらとか、なんたらデイズといった具体的なイメージを想像できない英語がキャッチになっている場合も気をつけた方がいい。それはすなわち大声で伝えるべきメリットがないことの裏返しである場合がほとんどである。そういった時に多くの担当者はマンションのスペックや特徴とは関係ないイメージ表現でごまかそうとするのだ。タレントやキャラクターが出ているのも要注意だと。注意が必要だと。広告業界でいうところの客寄せパンダを使って、消費者の目をくらませたい何かがその物件にはあるのだ。大抵は場所が悪いか割高かのどちらか、あるいはその両方であったりする。その昔、〇〇涼子という名の有名タレントを使って感度良好というキャッチコピーを打ち出したマンションがあった。これなど消費者の目をくらませようとする典型的なケースであると言えようと身も蓋もないことを考えてますね。数年前に分譲会したとある大規模マンションキャッチコピーに天地創造というのがあった。あまりにも現実離れしているキャッチコピーが使われているマンションの広告はポエムなどと揶揄されているが、そんな中でもこの天地創造は傑作の一つだろうと。そう、600余りのマンションで、こういうふうに続きます。ですね、1ページ目をですね、貼っておきます。今読んだのは半分弱かなという感じですね。もう何年か前に書いた本ですけども、まあまだなかなか自分で読み返しても、ああ、こんなこと書いたんやという思い出して面白いですね。はい。ですね、これマンション格差でですね、マンションを買う方ですね、主に買う方に対して、どんなマンションを選んだら、なんて言いますかね、値下がりしにくいよと。で、選び方はこんな選び方したらええねんねって。まあ、どっちかといえばですね、指南書みたいな感じですね。まあ、これが、でもいい、僕のですね、13冊ある中で一番売れましたね。今でもちょろちょろと売れてるようでございますね。私への見入りはないですけど。あれは一旦ね、講談社みたいなね、でかい会社はね、一旦吸ったらもうその分印税みたいなくれるんですよ、僕に。吸った分だけは。ああ、太っ腹でしょ？小さい出版社になると売れただけとかって言われるって。ほんまにもう。まあ、その差があるんですけどね。まあいいわ。ということでございましてですね、会に。
現代ビジネスのですねこのサイトをですね貼っておきますんでですね全部読みたいという方は読んでいただいて、なおかつねマンション、あこのマンション格差という僕の本買いたいという人はですねすぐにアマゾンにつながるようになってますから、でもね1円で売ってほんまに悔しいわもうあんまりね売れるとねすぐにね1円になるんですよ。 3,4 年で売れない方はね下がらないんですよ、中古がねもちろんですよ。であんまり売れるとねあのブックオフ行くでしょ、で100円のターン110円となるでしょ、あそこに並んでんね、嫌やわほんまに。で売れないのは並んでないですよ、当たり前ですけど。だから100円110円で買える新書ってねだいたいよく売れた新書なんです。はい、そんなこと自慢してもな、自慢にもならへんねほんまに。一応このアドレスを貼っておきます。はい、どうもありがとうございました。